はみんな糸泣きながら本当は今でも心に吹く風を。人は誰だっていつだって夢を追いかける。彼もその一人だ。ミュージシャン、シンガー、楠瀬誠志郎。1986年に CBS ソニーからデビュー。デビュー曲は宝島。彼はずっとジャック・スパロウでありジューヌ・ベルヌだったのかもしれない。1991年にリリースされた「ほっとけないよ」は現在までにミリオンセールスを記録。1993年には郷ひろみによってカバーされた「僕がどんなに君を好きか君は知らない」が大ヒットし、ソングライターとしての J-POP シーンを席巻する。その勢いは CD リリースにとどまらず、全国ホールツアー、渋谷公会堂や中野サンプラザのライブを軒並みソールドアウトにした。派生研究家だった父が他界して、その意思を僕が継いでそれを追求したかったんですよね。まあでも片手間にできることではなかったので、一度ここで僕はステージを降りました。その思いには2つあって、一つは父が他界する前に病院の窓から外を眺めながらポロッと言った、もう一度舞台に上がりたいなっていう父の言葉が一つです。からもう一つは、発声のスタジオが10年間続くことができたらもう一度オーディエンスの前に立って歌いたかった。今その思いを持ってまた新たに歌い走り始めました。本当に時代を変えようとかって僕はそんなこと思ってないし、だけど人の気持ちが今のからちょっと1センチでもふっと現実からちょっと離れることができるっていう、それは音楽の力、いい歌の力ってそうだなって思いますね。代弁者になれっていうのが非常にこのガーデンには僕は大きくつながっていった一つのワードでした。言葉が通じるで寄り添って、オーディエンスに寄り添って音楽ができる形を3年かけて、そのちゃんと歌の力でライブハウスからちゃんとホール1000人2000人っていうホールまで、歌の力で成長できるだけのことをしたいと思って、で一つのミッションとして3年かけて2000人のホールを満杯にできる、歌の力で満杯にできるようにするっていうのを自分の約束にして、じゃあ舞台に立とうっていう気持ちで、その思いをこう仲間を集める時にもその思いで仲間を集めました。何年か撮り続けてミッションが達成した時に、本当に大きなドキュメンタリーの映画じゃないですけど、フィルムを作りたいなと思っていて、で今からコツコツ、はい、結局ミッション達成した時ってそこまでの人がものすごく大事じゃないですか。あの仲間にしても、そこを一緒に歩んでくれたオーディエンスのこう顔であり言葉の記録を全部残しておいて、最後達成した時に、こういう人たちがいたからこそこれが達成できたっていう言葉と顔をザーッてつなげたいなっていう思いがあって、でそれはもうお金をかけて作れるものではないので、そういうためにぜひあのオーディエンスの皆さんにも協力していただいて、そういう記録を残して一緒にこの聖志ローズソングスガーデンっていうのをやはり大きくしていきたいなって思っています。それをこの5月のライブの終わった後から2人
タートを切ろうかなと思っています。ぜひカメラ向けた時にはご協力ぜひぜひお願いします。もうあのみんなの言葉が本当に一番リアルなのでそれをつなげていきたいなと思ってます。ロシアスターリングラータヤマメ楠の瀬誠志郎再びみんなの前で歌い始めたボイスオブポップス。彼の新たなる夢を僕も一緒に追いかけてみたいと思った。楠の瀬誠志郎のガーデンで思いっきり深呼吸したいと思った。人は誰だっていつだって夢を追いかける。この風の気持ちいい1年の中で一番風のいい気持ちの5月なんですが、実は5月は次に来る雨の季節をこう待ち構える月でもあって、今回の5月はこう一足早い雨の歌をテーマにいただいたリクエストの中から、それからあのチームでスタッフと一緒に曲を出したんですけど、まあ、ものすごい日本ってこんなに雨の歌があるんだっていうぐらい数がありました。今回はその中から非常に思い入れ深い、それからその中に思い入れを書いてくださった方たちの作品を今回は歌っていこうと思います。楠の瀬、5月の19日に、目黒ブルースアレイジャパンでライブを行います。今日もずっと話に出ていたいい歌、今日僕もそれを非常にこう考えさせられた一日でした。そのいい歌っていうものをやはりライブの上でしっかりと皆さんに届けていきたいなと思っています。またあのオーディエンスの皆さんに一つお願いです。今回からザ・フィルムというタイトルで、ドキュメンタリーの映像を撮っていこうと思っています。このミッション達成のためにコンサートが終わったら一言でいいんです、皆さんの、お顔と、言葉をもらってそれをずっと撮り続けていって、最後ミッションが達成した時にその顔を全部つなげていこうと思っています。ぜひ、みんなで一緒にこの、ガーデンが育っていければと思っています。ご協力ください。ではライブの時にお会いできることを楽しみにしています。